北陸電力会館、ホンダの森ホールは、石川県金沢市赤引きにある、コンサートホールである。通称は、ホンダの森ホール。北陸電力がホールを所有しており、運営は、財団法人金沢コンベンションビューローが行っている。前身は、石川厚生年金会館のホール部分である。同会館部分であった、ホール以外のスペースは、石川県が所有しており、 そこに2011年、石川県、本田の森庁舎が開設された。全身を分割所有したため、北陸電力会館、本田の森ホールと石川県、本田の森庁舎は一つの建築物に同居している。県六園の隣、石川県立美術館、石川県立歴史博物館、加賀本田博物館、聖田積み核、国立工芸館、 石川県立伝統産業工芸館、石川県立農学堂など、文化施設の集まる、本田の森公園の一角に位置している。公園内の石川五穀神社の隣にあった、石川県営兼六園野球場の跡地に1977年5月1日に、完成した。建築家、黒川希少による設計で、志向は熊谷組。許される。 憲兵率を最大限利用したため野球場のグラウンド形状に沿った線形の外観であり、収容人数は1707席。金沢市の金沢歌劇座に次ぎ、石川県で2番目の規模を持つホールである。完成した翌年の1978年には第19回 b c s 賞を受賞している。エレベーターは2期あり三菱製会館建設当時の ホール名称は石川厚生年金会館大ホールで厚生年金保険加入者の福祉増進を目的として社会保険庁が設置した厚生年金福祉施設であり全国に所在する厚生年金会館の一つである石川厚生年金会館の付帯施設の一つであった大ホール以外にはシティホテル機能や結婚式場を備えておりこれらを含む会館全体を 社会保険庁に関連する財団法人厚生年金事業振興団が2009年8月31日まで運営していた。石川厚生年金会館はイベント案内などでしばしばその大ホールの通称として用いられた。2005年に施設保有権が社会保険庁から独立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構に移管され、 他の厚生年金会館と同様に施設の民間への売却が検討されていた。4は石川厚生年金会館についても一般競争入札で売却を行う意向を明らかにしており、2008年12月25日に施設売却のための入札が行われ、北陸電力が9億円の価格で落札した。入札結果を受け、 法は2009年8月末の営業終了後に施設を北陸電力に施設を引き渡し、北陸電力は施設名称を北陸電力会館とし、大ホールの名称をホンダの森ホールとすることを決定した。2009年10月16日にホール部分が北陸電力会館、ホンダの森ホールとして開館し、ホール外の施設には、 北陸電力による PR コーナーが設けられた。旧石川厚生年金会館のホテル、結婚式場の部分は石川県が取得。これまで利用していた石川県高坂庁舎を廃止し、2011年3月14日に石川県本田の森庁舎として開設。現在、石川県立障害学習センター、ジョブカフェ、石川などが入居している。 ありがとうございます。